脳症騒動を巻き起こしたクリスティアーノ・ロナウドの所属チームイコールユベントス FC に韓国プロサッカー連盟が抗議文を送った。30日、連盟によると前日、ユベントス側ヘサル26日に開かれた K リーグオールスターチームとの親善試合に、ロナウドが欠場したことをはじめ契約書内容を履行していない事案に対する抗議文を発送したという。 連盟は、抗議文を通してユベントスの無責任な行動を求断。加えて、主催会社を相手に医薬金の算定作業を進める方針だ。なお、連盟はユベントスとの親善試合と関連し、ロナウドの45分以上の出場1軍選手の比率ファンミーティングイベントなど4から5点の医薬金項目を設けていた。